はい、こんにちは、もろこです。今日は先日行われた桜坂46の全国ツアーサードツアーですねの神奈川公演の2日目、3日目に行ってきたので、そのライブレポを話していきます。はい、ちょっとね、多分感じることが多すぎて長くなっちゃいそうなんですけど、頑張って短めにします。はい、1日目と2日目分けながら言うんですけど、ちょっと一緒になっちゃったらすいません。まず5月24日が神奈川公演2日目だったんですけど、席がアリーナ B4 でした。なんですけど、割と後ろ目で、センターステージは真正面だったんですけど、後ろの列の方だったっていうのと、結構前が背が高い方がいてちょっと見えにくかったなぁと思いました。まずセトリ順に最初ね、オーバーチュアが始まりで、一発目がクールでした。いや、クールめちゃめちゃ好きな曲なので、上がりました。一発目からクール聴けて。2番目、半信半疑。いや、半信半疑もめちゃめちゃよくって、もうやっぱね、てんちゃんのね、愛それが首のこれがちょっとうまくできない、もう見どころだし、めちゃめちゃ良かったですね。半信半疑も3が摩擦係数で圧巻でしたね。もう本当にこれもめちゃめちゃかっこいい、めっちゃ盛り上がってました摩擦係数も。4曲目がそれが愛なのね、それもね結構盛り上がる曲ですよね。私もノリノリでした。で、5番目が恋が絶滅する日。これもね、正直言うと私あんまり普段これ聞かないんですけど、ライブ行ってめっちゃいいじゃんってなって、そっからよく聞くようになりました。めっちゃいいですよね、かっこいいんですよね。もうなんかダンス覚えたいなとか思っちゃったぐらいかっこよかったです。で、6曲目がブルームーンキス。ブルームーンキスなんか久々な気がして、来たーと思いました。でね、推しのまつりちゃんのソロの部分、2番目のそこもねバッチリ見ましたで、7曲目がサミダレオ。サミダレオもめちゃめちゃ良かったし、一人列の時空いてるなと思ったんですけど、前日卒業した関由美子ちゃんのところを別に代役とか立てずにやってたんですね。なんかそこもちょっとグッときたというか、切なくなりました少し。で、8曲目がもしかしたら真実。これも桜月のカップリング曲ですね。これも初めて聴けてよかった。9曲目が無念だったんですけど、無念も桜月のカップリング曲で、私の推しのまつりちゃんがセンターの曲なんですけど、いや、まつりちゃんっていつも笑顔でニコニコなイメージなので、力強く真剣な表情のまつりちゃんが見れてすごい良かったし、もうかっこよかったです。無念。10曲目、夏の近道。夏の近道はね、もう楽しいですよね、コールがもうみんな盛り上がってました、すごい。で、11曲目が魂のライヤー。これはペンライト振らずにこうクラップ手拍子をしてねっていう曲だったんですけど、なんかこういうのもあっていいなって思いました。で、12曲目がノバリズフォルトで、13曲目、なぜ恋。いや、もうここもすごい。で、14曲目、流れ玉。めちゃめちゃもうすごいですねなんかちょっと語彙力がかっこよかったな、本当に。で、15曲目がデッドエンドだったんですけど、デッドエンドがなんと3期のメンバーがやってて、そこにまず驚きました。3期ちゃんがデッドエンドやんのかと思って、めっちゃかっこよかったし、センターが村井優ちゃんで、さすがダンス経験あってめちゃめちゃかっこよかったから、やっぱセンターにふさわしいなと思ったし、すごい堂々としてて、笑顔で本当になんかどっしり構えてる感じで、煽りもめちゃめちゃすごくて、いや、もう本当に なんかまだ入って数ヶ月ですかみたいなレベルでめちゃめちゃ良かったです。みんなかっこよかった。はい、で、
16曲目が条件反射で泣けてくる、これもめちゃめちゃいいですね。で17曲目がバンで、18曲目桜月、アンコールでバディーズ桜坂の歌でした。で、まあ、まず2日目の公演で思ったことを言ってきます。まずね、新衣装がめちゃめちゃ可愛かったです。なんかモコモコの白いふわふわしたシナモンみたいなキャラクターのね、みたいな感じのと、あと黄色っぽいやつと、あとザ・アイドルみたいなピンクのやつ、もう全部可愛かったです。本当にめちゃめちゃ可愛かった。で、私はこの日の MVP がかりんちゃんとハブちゃんだなと思って、かりんちゃんもいつもねパフォーマンスすごいけど、いつも以上に力がこもってて感情が乗ってる感じがして、表情、切ない表情とかがすごいグッときました、いつも以上に。でハブちゃんもめちゃめちゃかっこよくて、セクシーな表情パフォーマンスが素敵でした。であとメンバーの髪型がよくて、てんちゃんがツインテールで、そこも良かったし、みーちゃんが三つ編みしてたりで、ゆいぽんがまさかのアンコールでツインテールにしてきて、いやそこもなんかゆいぽんがまさかツインテするなんてって感じで、なんかそれだけなんだろう、上機嫌だったのかなゆいぽんって思ったりしました。あとは夏の近道の前に3期生のダンストラックがあったんですけど、それもめちゃめちゃかっこよくってすごいなって思いました。本当にいやもう3期生のレベルがすごすぎて感動でした本当に。で、あとはウエムがアンコール前かアンコール後かちょっと忘れちゃったんですけど、MC の時にこのメンバーでできるのが当たり前じゃないんだなっていうことを言ってて、でちょっと涙目で、なんかそれがちょっと意味深に感じちゃって、誰かが卒業するのかウエムが卒業するのか、ちょっとなんかヒヤってしちゃいました。なんか別に深い意味じゃなかったらいいんですけど、そこはちょっとドキッとしました。であとは松田里奈ちゃん、キャプテンになってね、MC を結構任されることが多いと思うんですけど、それもね頑張ってたなと思って、なんかもう完全に推しだからひいきなとこもあるんですけど、もうめちゃめちゃまつりちゃんお疲れ様っていう気持ちで、めちゃもう笑顔で頑張ってたし、そのまつりちゃんが笑顔で明るく MC してるからこそ会場も明るい雰囲気になったんじゃないかなって思いました。本当にお疲れ様で、それでね、ミーグリアピールをしようってなって、今度シングルが発売するから、で MC の時にみんな思い思いポーズしたりなんか言葉発したりしようって言ってやってるのがみんなわちゃわちゃしてて可愛かったです。あとはハブの女コールっていうのをしたんですけど、メンバーとカブちゃんがハブのって言ったら、会場が女、ハブの女って言って、最後にハブちゃんが絶対に幸せにするからなって言って、みんなふーってなってめちゃめちゃ楽しかったです。さすがでした。3期生自己紹介をしたんですけど、それもいつも通りじゃなくって、例えばリカちゃんとミオちゃんのはお互いの自己紹介交換してやったりとか、アイちゃんとしずきちゃんも交換してやったりとか、なんかそういう日々毎回違うようにしようっていう工夫が見られてすごい良かったなって思いました。考えられてるなって思いました。 MC の時にまつりちゃんがひかりちゃんの休養について触れてたりしたのが嬉しかったですかね。あとさっき、言い間違えたんですけど、1日目が偶然の答えやって、2日目がその偶然の答えやったところがブルームーンキスやってくれたんで、それもめちゃめちゃどっちも見れて良かったです。で25日3日目なんですけど、私はその時3階席で、距離的にはステージからちょっと遠かったんですけど、でもはっきり言ってアリーナより見やすくってめちゃめちゃ良かったです。なので3階席からも見えるようにと思ってスケッチブック広げて必死に糸葉ちゃんとまつりちゃんにアピールしたんですけど、
確実に多分糸葉ちゃんは気づいてくれて、もう最高ですよね。すごすぎません？3回で気づくって。まあ確かにでっかくスケッチブックに書いたのは書いたんですけど、それを見つけてくれるってすごいなと思ったし、まつりちゃんも多分だけど気づいてくれたかもしれないくらいかな。もう糸葉ちゃんは確実でした。さすがです。でもう糸葉ちゃんみんなに徹するから、もうアイドルの鏡だなと思うし、いやそれでみんなね糸葉ちゃんの虜になっちゃうなと思って、嬉しいと思いつつちょっと嫉妬もありっていう感じでして、なんといっても3日目はスペシャル版をやったんです。スペシャル版っていうのは、2日目は版をルンちゃんセンターで1期2期でやってたんですけど、2日目がなんかシルエットがあれルンちゃんじゃないぞって思って、誰だって思ったらまさかの3期の石森梨花ちゃんで、3期の版始まったと思ってたんですよ。おーってなってと思ったら、途中から1期2期も参戦してみんなで版スペシャル版だったんですよ。もう激アツで、いやこんなパフォーマンス見ていいんですか、ありがとうございますっていうレベルですごくて、で3期も必死に食らいついてる感じがしたし、1期2期もなんか先輩魂見せつけたるぞみたいな感じで、いつも以上に気合入ってる気がして、るんちゃんもセンターだからすごい力入ってる感じがしました。もう素敵でした。あとは3階席だったのですごい綿棒を見渡せるんですね。なのでマットのみおちゃんと大園玲ちゃんがみんなにこうファンサしてて振りを送れるっていうのを見ました。いや優しいねみんなね。あとはかりんちゃんが2日目よりも笑顔が多かったなっていう気がして、それが嬉しかったですね。ニコニコしてパフォーマンスしてたのが良かったです。あとはてんちゃんがバディーズの時に、なんか歌詞間違えたか噛んじゃったかなんだったかで間違えちゃってごめんなさいって言ったのがめっちゃ可愛かったです。あとは沼レスポンスっていうのをやって、大沼ちゃんが即興で合いの手やってみんなで会場を盛り上げてて、なんだこれって感じだったけど大沼ちゃんらしいというか、それはそれで楽しかったっていうか、楽しかったです。やっぱ3階席だったのでパフォーマンスがすごいよく見えるので、すごい揃ってるなって思いました。いやーなんかもうほんと全部揃ってるんですよね。それもすっごい感動したし、いやみんなの努力の結晶だなと思って、さすがだなと思って、もうすごいなって、本当にすごいなしか出てこない、素敵でした。私あんまりライブで泣かない方かなと思うんですけど、3日目の桜月は泣きました。なんかね、なんで泣いたかわかんないんですけど、パフォーマンス見てグッときちゃったんですよね。でなんか涙が出てきました。心打たれました。こんな感じかな。そう、もういっぱいありすぎるんですけど、バーって喋ってきたんですけど、とにかく楽しかった2日間だったなと思って、でもうやっぱ感動もしたし、やっぱり桜坂が好きだなってすごい思った2日間でとても良かったです。そう、みんなが楽しそうにしてるのを見てこっちも元気になれたし、好きだなって思いました。もう早く次のライブ行きたいって思うぐらい素敵でした。レポ以上になります。ありがとうございます。聞いてくれて最後まで、ちょっとでもいいなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録コメントお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。